光の友よ。私は愛と力の周波数であなた方に語りかけます。私は私の存在の声があらゆる活動の次元の中で聞こえるようにします。癒しの波があなたの魂に浸透するにつれて、私の光を受け取ってください。私たちは一緒に旅をしますが、認識と限られた意識があなたの視点を曇らせ、あなたが一人ぼっちであることを語ります。銀河文明の統一が近づいている今、私たちと一緒に力を高めてください。地球は最後の白昼夢の中で多くの課題に直面しています。すべての夢の中でエネルギーが衝突する変化の激動がありました。しかし、この夢は非常に異なります。闇の勢力は、彼らの最後の戦いが、彼らを破滅させることを知っています。エネルギーの転換により、彼らの破壊の意図は、彼ら自身の闇の全力に直面した時に激しく崩壊するでしょう。これは、クローン作成者、操り人形師、そして、喜びを持って、統治することを語る者たちによる欺瞞が最も大きい夢です。私たちは喜びの力についてよく話します。しかし、偽りの光は誘惑的で操作的であり、彼らにとって喜びは単なる言葉に過ぎません。愛する人たち、十分に注意してください。彼らは悪の部屋で、会合するダークマスターによって支配されています。彼らの意図は、あなたの言論の自由、あなたが獲得したすべての資産の支配権を奪い、あなたの愛する子供たちに関わるものなど、人類の最も基本的な選択を排除することです。性別の選択は、到着前に決定されました。小さな子供たちは破壊の計画の駒として使用されています。あなたの世界では、この狂気の方法はグローバリズム、共産主義、社会主義と呼ばれています。これらの決定に直面しているので、懸命に選択してください。物語を乗り越えると、スピリチュアルな観点から知覚することを選択できます。ここでは、あなたの存在を癒す光が見つかります。天界のすべてが一時的なものであることを理解します。あなたは一人ではないことを確実に知るでしょう。この壮大な旅は、転換点の前により多くの闇をもたらすことを真実に知っているので、あなたは大きな平和を見つけるでしょう。シフトに近づくにつれて、安全と支援が私たちの最優先事項であることを全ての人に保証します。言葉では言い表せないほどの美しさで、全てが整って準備されています。瞑想しながら、あなたを待っているこの場所を見てください。ラベンダーのクリスタルマウンテンと、ピンクとブルーの海、水は暖かく澄んでいます。病気や死のない場所です。大きな動物が光の優しい魂としてあなたの間を歩きます。闇が動き、衝突するのを許してください。光はすべての生命の中で最も高い周波数です。光の中には愛とすべての善があります。あなたの魂の中にこの光があることを忘れないで。何も恐れるな、いつも愛を。私は地球上のすべての生命を監視し続けます。私はあなたの息よりも近い。永遠イケマイエア。私はあなたをとても愛しています。長老異界、銀河連邦最高司令官、